おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマに国土交通省さんのプラットのサイトで勉強しています。今は、このラーニングの、このカテゴリーの、これクリックすると選べるので、これのチュートリアルの、これの、モデルデータの基本、まあ、チュートリアル出せばいい出てくるかな、チュートリアルの、すいません、チュートリアルの、ユニティですね、ユニティ。これの中にあるトピック13っていうのをやっていて、18とかこのあたりをやった方が良かったのかもしれませんが、今更言ってもあれなので、これの13の3分の1の、ユニティにインポートするのこのあたりです。で、昨日なんか簡単に終わりましたねって言ってたんですけど、ちょっと画面大きくしましょう。このままやっていつも忘れちゃうので、このあたりもずっと乗り切ってきて、昨日テクスチャの設定でこれがあっさり終わりますよね、で順番に見て変わってるよねって言ったんですけど、実はこれアプライを押し忘れていて、でチェックを外しておきます。で最後アプライを押さなきゃいけないですね。昨日の動画最後プロジェクトをセーブして終わりましたって言って終わったんですけど、実はプロジェクトをセーブして閉じようとしたらアプライを押さないとダメだよみたいなメッセージが出てきて、なんだこれと思ったらアプライを押さなきゃダメなんですよね。ちょっとじゃあこれで変わります。これは操作しているユニティの画面で、これ昨日終わって順番にやりました。これやってこれ選ぶと、ここがちょっと小さいですけど、4,916のなんと、この2箇所を変えていくんですが、これも変えました。で、この下、これ選ぶと、一つにまとまってるやつとバラバラのやつあるんですけど、やっぱこれ選ぶと、ここがやっぱり元に戻っちゃって、で、これはコントロール A をすると全部選択してくれて、でここを4900、ここは触らない、ここはなんと、でこれでアプライを押すとすると、少し再インポートをして、そんなに時間はかからないんですけどこれをやっぱり全部やらなきゃということです。ここなんかは結構多いですよね。コントロール A を押して、でここが4900のこれを何にしてアプライ、これファイル数結構多いのでこれ結構回るんじゃないかな。今アプライを押しました。でインポートが始まって、こんな感じで画像が多いところなんかはこんな感じでぐる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 回り続けるという感じになります。で今処理をしていて、昨日終わってから3つ4つやったので半分以上やっときゃよかったんですが、まだできていないのでこれをちょっと順番にやりましょう。昨日はこれチェックして、あ、変わってる変わってるって喜んでたんですが、実は全然ダメでした。選択してなかったので意味がなかった。はい、終わりました。まだあとこんだけ残ってますね。18個あるのかな、 9×2 ぐらいありそうで、でここを496のなんと、結構地道な作業ですよね。多分爆速、ユニティ SDK を先々週ぐらい紹介したんですが、それ使えばやってくれてるんじゃないかなという気がしてきて、なんか皆さんに紹介しながら、なんか古いものをやっちゃうと最新テクノロジーが使えないっていう、なんか電卓があるのにそろばんの使い方を教えてるみたいになってて、ちょっと自分でもちょっとこう なんていうんですかね、リテラシーがないとこういうことになっちゃうんですよね。今の最新情報だとかそのあたりを知らずにやると、まあ、持ってきた出会ったものが最新だと思ってやってるとちょっと良くないのかもしれませんが、もう乗りかかった船なので
もうやってしまおうということでやっています。まあ一番基本的なやり方を知っておくっていうのは大事なことだと思うので、はい、もうここまで来たのでやりきっちゃいましょう。あ、ここもコントロール A して、ちょっと反応が鈍いところはファイル数が多いんでしょうね。これした後の再インポートもそこそこ時間かかるんだと思います。はい、最後引っかかってますが、はい、これでいけました。でね、次、はい、どんどんいきましょう。これぐらいだったらシフトキーを押してこうやると全部選べるんですが、溢れてるような時はコントロール A で全部つかみましょう。はい、アプライ。これぐらいだったらもうほんと早いんですよね。で、画像のテクスチャの数だと思います。ここも多そうですよね。コントロール A。はい、で、なんと。で、アプライと。はい。まあでも、順調に伸びていくので、データが多いとこれが伸びるのも時間がかかるんですが。はい。で、終わりました。あ、ラスト。ラスト。これ3つですね。これは、ブリッジは少ないんですよね。ビルディングは結構いっぱいあるっていう感じで。はい、3つぐらいだったら一瞬で終わっていて、こんな感じで全部それぞれ終わっているというふうになります。これでセーブプロジェクトを押しておいて、で、テキストに戻って、これをやりました。結構大変でした。で、これをシーンにドロップ&ドロップして配置しますと。とからのオブジェクト、図の3の11、ここではルートという名前を付けましたが、任意の名前で書く。それを作成し、その子要素として追加します。追加したオブジェクトは原点に配置するものとします。シーンに配置したら、配置するとこのような縦向きになるので、ここでは十分な FPS が出ていませんが、それのうちに計量することで解決していきます。はい。ここにルートっていうのがあって、ペタッとここが90度とかになってるんですが、これをどうするのかな？これってやり方、もうちょっと詳しく書いてほしいなと思ったんですが、このオブジェクトたちをって書いてあって、この辺ユニティのアセットの使い方を知ってれば、あ、そうっていう感じなのかもしれませんが、これが全部オブジェクトだとすると、ちょっと今蓋をしていってます。掴んだ時の意味。これ関係ないですよね。なんかオブジェクト作らなきゃいけないんじゃないのかな。オブジェクト、3D オブジェクト、なんかわかんないな。これと、で、これだけちょっとユニティのパッケージで別っぽいので、これで全部つかんで、シーンだけ選んじゃった。
ここ。コントロールキーを押せばいいんだな。まずここから、まずシフトキーを押して、これで全部選んで、コントロールキーを押して、これだけ外して、これをここにボコッと置くと、置けてない。DIM だけ行きましたね。で、ルートっていうふうにならない。で、思ったような絵が出てこない。エディットで、アンドゥで戻しました。これって何が入ってるんだろう。なんか分からなくなってきたので、このアセットを、これをつまんでここには落とせないのか。これをつまんで、これも落とせないのか。これは落とせるのかな。なんかうまくいきません。ここまで調整したオブジェクトデータをシーンにドラッグからのオブジェクトからのゲームオブジェクトを作成、その子要素として追加、からのゲームオブジェクトを作れって書いてあるんです。それをまず作りましょうか。からのゲームオブジェクトを D とからのクリエイトエンティを作って、これをルートにしてるのか。これをルートにして、これに落としていってくださいと。それだったらこれで、ここの中には入るのか。入りませんよね。これなら入るのか。なんか出てきました、1個オブジェクトが。なんか立ってる。これでなんか1個オブジェクトが貼り付きました。これが今ビルドっていうのを1個落として、もう一つここじゃダメで、ここの中に、ダメか。戻して、これをルートの中にポコ。なんだこれ。ブリッジ。ブリッジが追加されました。なんかこんな感じでブリッジが入りました。同じエリアのブリッジなんで、で、これが隣ぐらいなのかな。ちっちゃくて見えないかもしれませんが、ここの数字が変わっていて、これがビルディングなので、これを持って、これをつ、あれ、つかめないな。
これを掴んでルートの中に、ああ、また嫌なしちゃった。ちゃんと掴んで、このルートの中に、これを掴んで、ちゃんとルートの中に落としてあげないといけないです。これで落ちました。はい。これで、隣の区画は出てますよね。お、なんかしくじってるのかな。ちょっと見にくいので先に回しましょう。これで固要素でちょっとずつ、これ一挙に全部落としてるんですが、ちょっとずつ x 軸をマイナス90、これで正しくなるって言ってるので、このルートを掴んで x 軸をマイナス90を、これテクスチャー貼り付いてませんね、このエリアね。で、隣はテクスチャー貼り付いてんのかな、これ。すごくゆっくり動きますが、こっちのビルディングにはテクスチャーが貼り付いてる。わかりますか？道が出てきましたね。これがさっきブリッジって言って、ブリッジにはテクスチャーが貼り付いていて、こいつにテクスチャー貼り付いてませんね。これかな？これがブリッジ。ちょっと引きますね。これがこっちのブリッジ。こう選択状態になってるの分かりますかね。で、これが多分ブリッジなんだと思うんですよね。もう今これが選択されたので。だ、この600、これテクスチャ貼り付いてないですね。っていうことはなんかこっちでやる作業を間違えたのかな。一回ちょっとこれをデリートして、こっちのオブジェクトに戻って、これは合ってますよね、レガシーで。で、マテリアルのテクスチャーの中の、これはちゃんと選ばれてますよね。なんかこのデータ形式のやつが綺麗に貼り付かないのかな。なんか32メガで1つの画像になってんですよね。で、ビルドの中の、これバラバラの画像になってますよね。で、これもバラバラの画像になってるので、なんか一つになってる。マテリアルズがもう一つあるよね。あ、これ紙か。なんかオブジェクトの管理の仕方が他と違うような気がするんですけど、あ、でもないか。これはこれとで絵が一致してるんですが、これはこんだけ数ある中の絵のデータがこれ1個しかなくて、それでうまく貼り付いてないんでしょうね。データが間違っているわけじゃないので、一旦これでここに落としておきましょう。はい、テクスチャーが貼り付いていないエリアもありますよと。で、ちょっと分かってきたので、先にここの中にある660のディム、これを落とすとどうなるか見てみましょうか。これを落とすと何がついたんだろうな。
何も変わってないような気もしないではないんですが。これビルディング。これ隣の町。ちょっとこれ消しましょうか。ややこしいので。これ消します。これがビルディング。いや、これがビルディングで、これがブリッジで、何なんだろう、この細い線かな。これ一回消してみましょう。デリート。あれ？あんまり何か出たって感じしないですよね。何か入ったんだけど、なんか出たって感じしません。で、テクスチャー、このモデルのビルディングの中には、これブリッジですけど、この建物にだけテクスチャーついてますね。寄れるかな。何の建物か分かりませんが、これにだけテクスチャーがついてます。模様っていうか、このビルだけで、それ以外のビルディングは形状だけで、地面は透明に見えていると。なんか全部選ばれちゃうんですね。はい、ということで、なんか落とせるようにはなってて、で、色がついてるついてないっていうのも分かってきて、で、このビルディングで言うと、テクスチャーがこれ1個しかなくて、これがこのビルにしかないと。で、それ以外のやつは真っ白ののっぺりになっちゃってるということが分かりました。はい、今日もこれでそこそこの時間になっていて、めどが立ったので、一旦ここで、これでセーブプロジェクトにさせてもらって、まあ、ユニティに区画のデータ、これ多分9つのうちの1つが読み込めたんだと思うんですが、こんな風にちゃんと読み込めるということが分かりました。地道な下処理みたいなのをしたんですけど、まあこれで取れたと。で、できればこの今映ってるこの色のついているこのビルだけ残したいとか、そういうのをしたいんですが、そのあたりどうやればいいのかなって若干思うんですが、まあとりあえずこれで一区画のエリアの空間が作れるようになったので、狙ったところの空間をユニティ上の例えば VR チャットかなんかのワールドのモデルとして使うっていうことができそうな気がしてきました。はい。全部の区画読み込めていませんが、とりあえず一区画読めたので、今週はここまでとさせていただいて、来週残りの区画を読んで、まあいろんなことを、もうちょっとまだテキスト続いてたと思うので、テキストを続けていきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水は ティーチャブルマシンですね。すいません。木金土はメタバース。月火水はスクラッチとティーチャブルマシンのプログラムを勉強している様子の動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。